皆さんこんにちは。チンスポの達人です。今回は埼玉県秩父市のレトロな街並みを紹介したいと思います。はい、ということで秩父鉄道のお花畑駅にやってきました。秩父は羊山公園の芝桜が観光名所となってまして、ここの副駅名も芝桜駅になっています。で、この駅自体は大正6年に開業して国登録有形文化財に指定されています。駅前に早速レトロな喫茶店がありました。で、この小道を進むとすぐ馬場通りにぶつかります。この馬場通りは動画の最後に紹介する秩父神社の参道でして、大正から昭和初期にかけて作られたモダンな建物が数多く残されています。で、早速見えてきたこちらは明治41年開業の片山医院です。平成元年に閉院して、現在は子孫の方が一般住宅として住んでいます。朝早く行ったので、まだ開いてない店もありましたけど、なんか食べ歩きしたり、お茶したりするのに良さそうなお店が並んでいますね。で、左手に安田屋が見えてきました。ここは秩父名物の豚味噌漬けをはじめコロッケやメンチカツを販売しているんですけど、残念ながらまだ開店していませんでした。で、創業は大正5年で、建物は昭和5年頃に建てられたそうです。で、ここは馬場通りのハイライトでして、国登録有形文化財が密集してるんですね。こちらの建物は小池タバコ店というお店です。建物の角が丸くなっていておしゃれですよね。で、窓の縁取りもすごく凝ってます。で、現在は週末と祝日だけカフェとして営業しています。こちらは大正15年に建てられた旧大月旅館別館です。現在はバースノブというお店が入っています。で、その目と鼻の先にこれまた素晴らしい建物があります。見てください。めちゃくちゃ渋くないですか？なんかコンクリートのシミが時代を物語ってますよね。で、このフォントも最高ですね。で、ここは昭和2年創業の食堂でして、もちろん登録有形文化財です。なんかドラゴンボールみたいな看板がありました。で、たくさんメニューがありますけど、オムライスが人気のようです。はい、ではまた馬場通りを進みたいと思います。ここも昔ながらの喫茶店という感じでいい雰囲気ですね。こんなこと言うと怒られちゃうかもしれないんですけど、秩父ってそこまで観光地化してないのがいいんですよね。アニメの聖地をアピールしたりして頑張ってるとは思うんですけど、どこか垢抜けない感じがあって、サクッと行こうかなっていう気になれるんですよね。
これが箱根とかだと気合い入れないといけない感じがするんですよね。まあこれは僕が埼玉出身で西武線にずっと馴染みがあるからっていうのも大きいかなと思うんですけど、なので埼玉県民の方にはなんか分かってもらえるんじゃないかなと思います。この建物も渋くていいですね。奥の方に秩父神社が見えてきました。この秩父神社はですね、毎年12月に行われる秩父夜祭りで有名でして、その秩父夜祭りはユネスコ無形文化財に登録されています。あと京都の祇園祭と飛騨の高山祭とともに日本三大曳山祭りにも数えられているそうです。でこちらの社殿なんですけど、1592年に徳川家康から寄進されたものだそうです。でそう言われるとなんかどことなく日光東照宮に似た雰囲気がありますよね。で実際この子宝子育ての虎とつなぎの竜は日光東照宮の眠り猫の作者でもある左甚五郎の手によるものだそうです。なのでこの秩父神社も一見の価値があると思います。はい、ということで今回は以上となります。このすぐ近くの赤線跡の動画も上げているのでよかったらご覧ください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。